平成23年6月6日月曜日、総理大臣官邸で紀州梅の会による表敬を受けました。夕方、福島県いわき市の渡辺市長による要望を受けました。続いて、日韓韓日協力委員会の表敬を受けました。7日火曜日、都内で開催された第1回となる東京電力福島原子力発電所における事故調査検証委員会に出席しました。政府の姿勢として、あるいは私の姿勢として、3つの原則ということを申し上げさせていただきました。1つは、従来の原子力行政から独立した判断ができる、そういう方、あるいはそういう委員会として調査検証をお願いしたい。で、もう一つは徹底的な公開、それは国内における国民に対する公開と同時に国際社会に対する徹底的な公開、この公開性をしっかり実行していただきたい。そして第三に、技術的な面だけでない多くのものを包括的に検討していただきたいと。夕方、総理大臣官邸で第9回となる新成長戦略実現会議を開催し、革新的エネルギー環境戦略について話し合われました。続いて、第16回となる原子力災害対策本部会議を開催しました。減災本部として、一つの大きな報告を IAEA にすることになりました。今回の事故に関して、国際社会に、きちんと徹底した透明性を持って、伝えていくことが、日本の信頼を取り戻す上で何よりも重要だと、このように考えております。8日水曜日、都内で開催された第81回全国市長会議に出席し挨拶しました。総理大臣官邸に戻り、第1回となる政府与党社会保障改革検討本部政案決定会合を開催しました。9日木曜日、衆議院東日本大震災復興特別委員会に出席し、東日本大震災復興基本法案等についての審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。夕方、総理大臣官邸でトーゴ共和国のニャシンベ大統領と会談を行い、東日本大震災に際してのトーゴからの義援金などの温かいお見舞いや励ましに謝意を表しました。10日金曜日、朝、国会内で第5回となる拉致問題対策本部会合を開催しました。その後、参議院予算委員会に出席し、集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、連合の古賀会長らと会談を行いました。続いて、第4回となる食と農林漁業の再生実現会議を開催し、東日本大震災後の農林水産業の状況と復旧・復興対策について話し合われました。11日土曜日、被災地の生活の平常化に向けた市町村との意見交換などを行うため、岩手県釜石市を訪問しました。
東日本大震災発生からちょうど3ヶ月となったこの日、14時46分、亡くなられた方々に対し黙祷が捧げられました。釜石市内の瓦礫ボランティアセンター、仮設住宅などの状況を視察した後、生活の平常化に向けた釜石市大槌町との意見交換会を開催し、釜石市の野田市長、大槌町の東梅副町長や各界の代表者と意見交換を行いました。意見交換後には避難所を訪れました。12日日曜日、総理大臣官邸で自然エネルギーに関する総理有識者オープン懇談会に出席しました。本日の懇談会は有識者の方から自然エネルギーの本格的普及に関する要望をいただいたことを踏まえ、これからどう自然エネルギーを普及させていけばよいかについて意見交換を行うため開かれ、インターネットを通じて動画中継や質問の受付を行い、国民がリアルタイムで参加できるオープン懇談会となりました。